回の 50m 走企画今のギャグなんかな。かわいい。はるちゃんちゅ。やだ。さあ今日なんですけども、はい、これはもう恒例になりましたね。はい、年に1回の 50m 走企画。そうなんですよ。でちなみにねもうお気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、はい、当時が、うん、実はもうやる気満々だったんですけども、はい、急遽、うん、部活のバレーの試合が決まっちゃいまして、しょうがない。そこはやっぱり部活優先でというところで、当時はちょっと泣く泣く、はい、来たがってたよなめっちゃな、うん、ちょっと来れなくなっちゃったんですけども、はい、まあ、その代わりじゃないですけど、まあ、かんちゃん、こじ、せんちゃんはいつも参加してますが、はい、なんとはるちゃんがですね、はい、やってみたいっつって。はるちゃんが、そうそうそう、はるちゃん 50m 走れるの？そうなの、やりたいって言って。楽しみじゃん。だから今回はるちゃんも参加します。なので嫁サックも来てもらっていると、はい、うん、どうしたん、どうしたん、走りたいらしい。走りたくてしょうがない。すごい。ちなみにはるちゃんはちょっとおまけで走ってもらおうかなと思ってますけども、この企画のね、まあ、いいところというか見どころでいうと、うん、やっぱり年に1回やってますから、はい、子供たちの成長ありますから、うん、楽しみだ。タイムが伸びてるかっていうところがね、はい、あるとは思うんです。そしてチームカジサックも毎年走ってます、うん、ありがとうございます。僕も含めて、うん、まあ、こっちで言うと子供たちと違ってどんだけ置いてるのかっていうどれだけタイムは落ちていくのかっていう、老いの記録が、ただ人によっては伸びたりもしてますから。そうですよ、うん、その辺はちょっと後で説明したいんですけど、はい、まず子供たちのタイムをおさらいしたいと思います。はい、昨年ですね、うん、タイム、まずせんちゃん、せんちゃん昨年がこれすごかったね、10秒50。すごい。一昨年がちなみに12秒72だったんですけど、すごい、約2秒縮めてたって。すごい。今年自信どうですか？ある。ある。あ、だって身長も伸びたし。パパ、どうした？はるちゃんは幼稚園で走ったことある。あるもんね。なんかね、はるちゃん家ん中やけど、うん、速そうなのよ。マジっすか。はるちゃんは走りたくて、うん、走りたくて、パパに抱っこもらって、パパに抱っこもらって、うん、パパが、うん、パパが、うん、しかし顔そっくりやな。二人なんか髪型も相まって似てる。せんちゃん自信あるのね、頑張ってね。頑張れ。目指せ9秒台かな。それは分かんないから、頑張ってください、はい、さあそしてコジサックなんですけども、昨年は10秒10でした、うん、はい、ちなみにコジは一昨年10秒35だったから、うん、ちょっとだけ早くないですか、はい、今年どうだろう。8秒目指す。おー、8秒台、それは、それはなかなかやで。でも9秒はいくと思う。9秒はいくと思う。すごい。確かにパパ的にもそこは9秒台はいってほしいから、はい、頑張ってな、うん、頑張れ。はい、そしてかんちゃん、かんちゃん、うん、前回がですね結構運動してなかったんですけど、はい、意外と記録伸びてて、はい、8秒89でしたね。一昨年が9秒20だったんですよ、うん、で8秒台は無理だよって言ってたけども行ったんだよね。めっちゃ喜んでたもん確か。どうですか今年。ちょっとあんまり自信がないですね。自信ないか。もうみんな早いから、うん、もうどん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 私が遅いのバレてくる。そんなことない。ちなみにカンナも身長結構1年間伸びてるから、はい、な、8秒目指せ、8秒5ぐらい。8秒台前半いけたらええけどな。それはなかなか厳しそうか。頑張ってよ。頑張れ。期待してますんで。はいはい、はい、そして、カジサックですね、はい、昨年が7秒47、はい、一昨年が7秒35で、はい、絶妙に落ちたという、ね、絶妙な落ち方を、うん、しかもこれもごめんなさい、もう言い訳になったら嫌なんですけど、はい、昨年ね、これトンボも安竹もそうやと思うんですけど、はい、
ちょうどダイエット企画中だったよね。そうだ。で痩せてたよね。はい。まあここから見事なリバウンドかましてるんですけど。おそらく落ちてんじゃないかなって。影響出てるのか。でもわからない、うん。やっぱり YouTube 撮影を日々やってますから。はい。俺ねなんか体自体は若返ってんじゃないかななんて。なるほど。思ったりもしてます。うん、はい。7秒47でしょ去年。はい。そうですよ。今年の目標いきます。はい。7秒46でいきます。刻むねー。刻むよ。とにかく去年よりはいい成績で。なるほど。それだ。これちょっとやっていきたいんで。はい。で開作ファミリーが、50メートル走った後に、はい、チーム開作、はい、みんなやっていきたいなと思うんで。はい。チーム開作のタイムは後ほど、はい、ちょっと触っていきましょうか。そうですね、うん。まずはみんなで準備運動からいきますか。はい。頑張ろうね。ちなみに、はい、まあ、はるちゃん、まあ、今日走るんですけども、うん、今はるちゃん3歳なんですよ、はいはいはい、で、せんちゃんが、うん、センリビアでやりましたよ一番最初走った時、はい、あ4歳なんですよ、はいはいはい、その時覚えてるせんちゃん覚えてる覚えてる記録が確か18秒台とかやった18秒台、うんうん、外でやったね、うん、18秒台とかやってんけど、はい、そもそもはるちゃんが 50m 走ったことないから、うん、走り切れるかどうかもわからない確かにそうかそうそうそうもしも走り切ったとしても、うん、タイム楽しみやし、うん、まだ3歳やからそうですね、うん、あの時のせんちゃんも早かったけどあの時4歳やから4歳、うん、果たしてどうなるかっていうところなんですが完全に機嫌が悪くなってますもしあれだったら先に、うんうんおまけ取ろうかあそっちの方がいいかもしれないですね出ないと寝ちゃうかもしれない、うん、なので皆様的にはちょっとおまけで流すんですけども、はい、我々現場は先に取っちゃおうか、はいうん、でじゃあ僕らもちょっと準備運動もしながら、はい、本番行きましょうか、はいはい、じゃあ行くよせーのオーバーシャス屈伸から行くよせーの1 かわいい3456789さあ、というわけで準備運動も済みまして、はい、いよいよ本番でございます。まずは、せんちゃんでーす。頑張れー頑張れー先ほども言いましたが、はい、せんちゃん、去年のタイムが10秒50でございます。果たして何秒縮まるのか、はい、せんちゃんからすると、夢の9秒台いくのかどうかでございます。はい、せんちゃん、準備いいですかいいなそれでは行きます1について、よーい、ドン頑張れ、せんちゃん最後までいけ、せんちゃん頑張れいけ、せんちゃんよいしょどうだあれちょっと意外かも、はい、せんちゃんのタイム、うん11秒42あれせんちゃんせんちゃんどうした調子悪かったかわかんないちょっとショックだなでも、うん、去年だって10秒50だったんだもんね、天気もあるかもあるかも今日実は外大雨で、うん、大雨だ寒いからちょっと寒いからかな、うん、そうちょっとショックやな、うん、意外な結果になりましたけども、はい、またもう一回やりたいんじゃないそうだよね、うん、もしあれだったら小部屋かカジュアルタの部屋でやってもいいかもねやろうやろちょっと悔しいもんな、うん、そうだな、うん、まあでもこれしょうがないから、はい、続いてこじさくです、はい、さあ続いてはこじさくでございますが、はいタイムの方昨年ですね、うん、10秒10でした、はい、ちょっとせんちゃんの走りを見る感じ、うん、本当に天気とかがあるかもしれない、うん、あるかもよちなみに昨年撮ったのが結構夏場に撮ってて、はい、本当にちょっと寒くなってきてるんですよね、はい、っていうのもあるかもしれないもしかしたら、うん、さあ小石作準備いいですか OK 大丈夫 OK 明るいなじゃあ行きましょうか、はい、位置についてよーいドン頑張れ小石いける最後まで走れるか出ましたタイムはいコジのタイムはい10秒37
さ、途中でガクって割っちゃったの。うん、あ、ミシ失敗したんか。うん、あ、そうか、ちょっと、じゃあ、もつれたか。コジも、センちゃんと一緒で違うチャンネルで撮ろうか。うん、悔しいもんな。あ、ちょっと待って、一番遅いかな。だって確かに、一昨年10秒35やったから。うん、マジでコンディションあるかも、これ。悪いよ、これ。コジどう、ちょっと悔しいな、悔しいな、マジで。あんのかな、マジでな。あるんじゃないかな。場所は一緒なんだけどね、うん、でもこれがリアルなんで、はい、悔しい、残念だな。後でまたちょっとやろうか。そうだな。さあ、カンちゃん、カンちゃん来たよ。カンナどうですか、今の気持ち。不安しかない。不安しかない。そうだね、やばい。まあでも逆にね、せんちゃんとコジがこの結果だから、本当に去年とコンディションが違うって思えたら吹っ切れるんじゃない、うん、な、去年カンちゃんは8秒89。はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、さあ、それでは続いてカンちゃんですね。カンちゃん、まあ、先ほども言いましたが、カンちゃん去年のタイムは8秒89という、うん、はい、ちょっとね、これね、うん、なんかさっきちょっと喋ってたのは、うん、この下、ターフって言うんだっけ、下、うんうん、が1年でちょっと使われててとかもあんのかな。あるのかもしれない、わからないですけど、行きましょう。行こうよ。かんちゃん準備いいですか。はい、それでは行きます。1についてよーい、ドン。頑張れかんちゃん。おれい、早い早い早い、カンちゃんのタイム、はい、8秒96。ちょっと、うん、昨年8秒8996でもなんかめっちゃ速く感じたから。速かった。走っててどうだった？なんかそんな遅くなった感じはしなかったけど。そうだよね、同じ感じがした。同じ感じがした。ちょっと遅くなってるかなぐらい。あ、じゃあカンナ的には感覚はこうだ。うわー、全員だから去年より下回ってんねん。そんなことあるんだ。でも走っててどうだった？疲れた。あれ、うん、でも8秒台ね。8秒台は出たから、うん、よかったんじゃない。あれね、まあ、ってなってくるとですよ、俺か。そう、うん、これあるよ。8秒台あるよ。怖くなってきたよ。どうなんの、開作今年は。俺7秒47やったから。そうですよ、うん、この流れでいったらさ。そうっすね。逆にこれで伸びてたら奇跡でしょ。どうなってんのっていうことですからね。パパ頑張ってくるわ。うん、はい、いきます。はい、さあ続いてはカジサックの挑戦でーす。カジサック、さあみんなパパ走るよ、うん、去年をね上回る記録が出るのか、うん、楽しみです。どうなの。昨年が7秒47でした。はい、果たして8秒なのか、どうなのか。さあ、カジサック準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、それでは参ります。位置についてよーい、ドン。早い早い、なんか、良さそうだったぞ。うん、嘘でしょ。どっち。むちゃくちゃ面白い結果になりました。何やと。何、今年のカジサック 50m のタイムは7秒07。早っ早っ、早なった、早なった。伸びたで、めちゃくちゃ伸びた。なんで。やっぱり俺若返ってるみたい。っていうかシンプルにめちゃくちゃ早かった。早かった、見た目も。あとぶっちゃけ、うん、ちょっと変えたの走り方。え、最初の 20m ぐらい見てもらったら分かると思うんだけど、はい、10m ぐらいかな、俺下向いてんのよ。はいはい、俺実は今日の日のために研究したんよ。え、なんか
足速い人って最初下向いてんの、こうやって、はい、なるほど。で、去年、知ってる？あの、下向いてるとさ、なんか速く感じる。そう、うん、去年は結構速い段階でこうなっててんけど、うん、あ、俺最初らへん結構下向いて走ったんよ、うん、なるほど、走法も変えたんだ。実は変えてたの。あら、驚異のタイムアップ、よっしゃー、すごい、やりましたね。まさかの結果です。みんなリベンジできたよ。でもまたより悔しくなってきたんだ。引いてるやん。さっきくるさんが言ってたんだけどさ、あのさ、靴でさ、きつくやるとさ、走りやすいって言ってたの。あれ、緩くしてたの？うん、ここで緩くなってた。ほんとかよ。あら、だからちょっと後で、だからもう一回やろうね。うん、とにかく、はい、カジサック進化しました。素晴らしい。来年6秒台目指します。すごい。これあるよ、6秒台あるな。あるということで、はい、チーム開作いきますか。はい、さあ、というわけでここからはチーム開作いきます。よー、ちなみにチーム開作なんですけども、はい、昨年走ったのはトンボと安武とリュウジなんですよ。そうです、はい、ね、常はちょっと昨年来れなかった。はい、そうそう、常初参加だよね。初参加です。ね、めちゃくちゃ楽しみです。早いからね、常も。そうそうそう、そうですね、僕も一応自分で去年測ったら3秒2やったんで。早っ、はい、そこからどれぐらいまた伸びてるかっていうのは、どういう測り方かは分からんけど、早くチーム抜けてそっちの道オリンピック行けちゃうよね。確かに。なるほど、はい、でも自信結構あるよね、早いの。そうですね、普段からちょくちょく走ってはいるので、うん、はい、そこは大丈夫かなと。で、正直俺のイメージ、常と俺一緒ぐらいかなと思ってたんや。あ、確かに体力測定とかね、ちょっと近い部分がありますから、うん、ってことは目指せ6秒台ぐらい。そうですね、ちょっと頑張りたいな。はい、そして、順位長も初参加ということで、はいはいはい、初参加です。怪我しないよ。本当にそれ。本当にそこの準備運動しっかりしたよね。はい、しっかりしてます。どれぐらいなの、目指すの。目指すのはでも本当に、まあ、目標高く、うん、7秒台。いや、すごい、目指します、これで7秒台いったらすごいよ。もともとやっぱスポーツマンだったんで。そうやんな、高校の時超イケメンで。確かに足も速かったんじゃん。まあ、速かったですね。どれぐらいだったの。そう、当時はもう一番速くて6秒3とか。めっちゃ速い。めっちゃ速いよ。ただ一番立ち悪いのが、その残像が残ってて体これでこけるっていうのが一番あるから。一番怖いですから。怪我ないように、怪我だけしないように頼みます。はい、ありがとうございます。そして吉富さん、はい、ちょっと未知ですよね。未知、完全に未知。いや、でも僕学生時代は運動部でテニスとかやってたんで、うん、足は全然速かったんですよ。あ、速かった。7秒台は出てたんで、はい、ただまあ43歳になって、そうね、体がちゃんと動いてくれるかどうか、うん、もうそこに、あの、限りますね。そこに限ります。そこに口がうまく動いてない。ちょっと寒いから、ね、ちょっと寒いから今日、うん、限りますねって。体がちゃんと動いてくれれば大丈夫だと思います。頑張ってください、はい、さあ、そしてリュウジなんですけど、はい、リュウジ昨年が爆速でしたね。爆速よ。6秒21でした。いや、やばい。ただ今日ね、はい、運転今日もしてくれてんけど、はい、そんな話軽くしたんよ、はい、どうなん言うたら、なんかえらい自信あるらしくて。あら、自信ありますね。もう6秒21超えれる。超えれます、今日は。うわ、それなんでなん。やっぱり最近運動しっかりしてますんで、うん、絶対超えれるかなとは思いますね。ただ1回増量してもてるからね。うん、確かにね、うん、はい、目指すは、目指すは6秒1。6秒、もう5秒台よ。5秒台やばいね。やばい、出たらすごい。そしてですね、はい、まあ、トンボ安武、はい、ここにまだ映ってないですけど、はい、なんか、うん、これマジで分かんないんですよ、はい、別に俺何にも指示出してないけど、うん、はい、どうやら、はい、トン安が、はい、今日なんか仮装してきてるっぽい。あら、何にも言ってない、はい、そうですね、言われてないです、うん、な、はい、だったら全員にやってもらうよ。そうですね、はい、2人が、はい、自らの足で、はい、仮装したいって。珍しい。今までやらされてきたんだよ。せやん、はい、珍しい、うん、これはだから後ほどのお楽しみにという、はい、って言うてたら、はい、なんかどうやら、はい、うちのマネージャーの、はい、かけだくん、はい、ちょっとかけだくんいい、はい、どうやらかけだくんが、はい、足速いそうなんですよ。速そう、速そう、速そうだ。めちゃくちゃ速そう。そのフォルムで、そのフォルムで来た。あまりにも走る気満々な感じやから。じゃあやるかえっつったら、やらしてくださいということで、はい、うん、運動部やってな。そうです、うん、ずっと野球やってて、中学時代陸上部だった。ある種リュウジとの戦いみたいな、うん、これ楽しい。じゃあ6秒台はいける。いきます。うわ、楽しみやね。すごいすごい。これでも仮装今日してるもんな。まあまあまあ、これはナルトに出てくる忍者。
いそう。誰かでしょ、これ。ね、ナルトの誰か。ナルトの誰かでしょ。いそう、ね。頑張ってくださいね。はい、なんで順番は、スネ。はい、スネ、はい。そして、順位長、はいはい、そして吉富、吉富、はい、でちょっとやっぱ早いの見たいから、うん、リュウジ、はいはい、からの影田くん、なるほど、そして仮装のお二人に登場してくださると、はい、思いますので、その順番で頑張っていきましょう、はい、はい、さあというわけでトップバッター常さんでーす。楽しみですよね、なんだかんだ初めてやから、果たして常は何秒で走るのか、はい、もしも8秒台だったらみんなでずっこけようなずっこけましょう。それ準備大丈夫？準備おい、それではいきます。1についてよーいドン。それ早っ、早い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 めっちゃ早い早い、あ、やばい、はあ、タイム、はい、6秒68。うわー、早っ、後半伸びてた、やばあら、結構走れる、いや後半やばかったよな、ロバじゃない、サラブレッドやった、ついについに馬完全に馬やった、いやいや馬じゃないんですよでも髪見えたもん、見ました、見えた、泣きてました、しゃ嬉しいな、めっちゃ速かった、すごい、よーいスタートの時はロバやってんけどなんか 30m あたりから急にサラブレッドかっこいい、6秒68よ、すごいすごいすごい、やったー、どうよ、いや嬉しいです、もうタイム、まあ、ちょっと去年に比べると3秒落ちてますけどしょうがないね、お前が3秒でもこうやってタイム測ることまずなかったので、自分の速さとか全く分かってなかったんで、めっちゃ嬉しいです、すごい超速い、はい、6秒台や、さすが、それは基本毎日走ったりしてるから、確かに、さすがやな、嬉しい、ありがとうございます、これ子供たちも見て喜んでるわ、喜んでブレブレ、かっこ、なんて喜んでブレブレますって、喜んでサラブレッドです、わお、はい、これからの調子もいいですよ、はい、喜んでくれサラブレッドです、いい立ち上がりですよ、これは、というわけで続いて順位長いきましょう、はい、はい、さあ続いては順位長でーす、とにかく怪我が心配や、そうですね、ねえ、もうあんまり言うてもあれけど、ここだけの話、先日やった大運動会、はい、怪我してますからねリレー変な走り方して大丈夫、でも本人は7秒台目指すって言ってたので、うん、でも本当高校の時早かったからな、ね、果たして結果どうなるのか、はい、行きましょう、1についてよーいドン、どうだ、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいよいいよ、かわいい笑ってる笑ってる笑ってた笑いながら走ってた、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かったな、可愛いめっちゃ可愛かった、あれ確かタイム、はい、発表します、はい、8秒28、おお早いよ、早い早い早い嬉しい、いいよ、うん、いいやんな、うん、いいタイムやと思う、まあ、7秒台言うてたけど、うん、どう走ってみて、いや、めちゃくちゃ気持ちよかったです、気持ちよかった、はい、なんであんな笑ってた , 笑ってました、笑ってたというかニヤニヤしてた、あ、でも真剣でした、真剣、真剣そのものであの顔だったと思います、じゃあでも走る姿見た感じ、はい、やっぱり昔運動神経良かったんやろうなって思った、うん、確かに確かに、うん、だって8秒28も早いもん、早い早い早い、すごいやん、いや嬉しいですね、これ一気に吉富プレッシャーになったんじゃない、やばいっすね、さすがに順には負けれない、そうっすね、順位長には負けれない、はい、ちょっとマジで体が大丈夫かな、何がどうしたどうしたどうした、いやちょっとはい、ちゃんと頑張ります、頑張れ急に緊張してた、緊張してた、やばいやばいやばい、順位委員長のタイムでめっちゃ緊張した、8秒8秒28よこれマジで、おお頑張って、はい頑張ります、はい、さあ続いては吉富さんでございます、はい、本当に我々も未知だよね、そうそう、うん、見たことない、でも順位長は超えてほしいけどな、確かにね、吉富準備どうですか、 OK です、じゃあ行きますよ、1列行ってよーいドン、
ちょ一回集合やってますね、まだ、はい、一応来て、はい、これも我がこれも集合っすね、はい、止まって、はい、めっちゃおもろいよかったよかったよかったわ、でも1回にして一応上半身と下半身がバラバラになってるっていう、そういうことやな、はい、もう一回俺もやらせてもらったダメダメダメ、長くなるからいいのよ、話変わってきちゃうからもう1回だけ、ちなみにちゃんと3秒まで測っといたありがとうございます、真剣に頼むよ、はい、分かりました、すいません、もう改めていきましょう、はい、じゃあ改めていくよ、頼むよ、位置についてよーいスタート、頑張れ、どうなんだ絶妙あれどうじゃあこれ分かんないから、分からんなんか分かんない、分かんない、なんか分かんなかった潤が8秒28、はい、吉富のタイム、はい、はい、8秒、はい、39、いやー負けた恥ずかしい、なんかすごい恥ずかしいマジで走ったしなんか最後さ、あーみたいな吉富サイレン入ってましたね、入ってた、いやいや、結構僕ちゃんと真剣に走ったんですよ、え、順に負けんの、え、マジでめっちゃおじさんやん、めっちゃおじさんやん、順だって8秒28、そうそうそう、うん、ただ、はい、サックや8秒39、そういうことですわ、どういうことやお前は用意したってこんなことやるからいや、ちょっとあれでもう一回測ってみて、そうだ、あれで違うチャンネルで測ってみようか何分かかるんですか残念というか、まあでも、うん、まあ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 8秒台ね、俺らおじさんにして8秒台は頑張ってる方やと思うで、そうそうそう、順が早かったんや、はい、うん、お疲れ様、ありがとうございます、こっからですよ、はい、リュウジ、はい、行くか、頑張ります、これは楽しみやな、そして駆田との戦いみたいなのもなってるし、ね、駆田は未知やけど、はい、まずリュウジは昨年の結果を超えれるかどうかね、はい、頑張ってください、頑張ります、さあ、リュウジなんですけども、はい、先ほど休憩してたコジが、はい、リュウジさんは生で見てみたいっつって、そりゃそうよ、企画だった、リュウジの記録昨年6秒21でございます、はい、果たして一体どうなるのか、ほんと早いからね、いや、俺らも楽しみやな、1年でリュウジがどう変わったのか、準備 OK、 お願いします、それではいきます、位置についてよーいドン、早いめちゃくちゃ早い、何これ、早っ、何だこれ、かっこいい、やばない、やばい、最後やばない、やば、発表します、はい、昨年のタイムが6秒21、はい、果たして伸びているのか、結果は6秒09、やったやりました、伸びてる、伸びた、 0.12 伸ばし、そして宣言通り、すごい、やった、6秒09、やばい、やりました、お前やば、5見えてるじゃん、もう、いや本当よ、5秒だよマジで、吉富の株より早かったよ、株より早いっすよ、早い早い、原付より早い、原付より早い、後半やばかったよ、やばい、海がえぐかった、すごい、やばい、すごい、だから掛田君が急に緊張し始めた、後半に怖がってんのよ、早すぎ早すぎますでも掛田のも見たいから、見たい、うん、まあリラックスして走ってください、はい、掛田行きましょう、さあそれでは掛田くんでございます、うん、正直メンタルやられてます、うん、リュウジがあそこまで速いとは思ってなかったでしょ、うん、でも勝ち負けよりも、はい、単純に掛田くんってどんだけ速いんだろうって我々も興味ありますから、うん、めちゃくちゃ、はい、行けますか準備、はい、それでは行きますね、楽しみ、位置についてよーいドン、来い、おお、速いよ、速い、早い、
武田君のタイム6秒64。早いよ。早いな。ありがとうございます。いやだから常とめっちゃええ勝負。確かに常が6秒68やから、はい、どう？悔しいっす。悔しい。悔しいっす。もっといける。もっといける。やっぱ落ちてたんや。めっちゃ落ちてますね。悔しそう。悔しいっす。悔しそう。足が測らなかったっす。測らなかった、はい、影田まだ俺のマネージャーを続けるんだったら来年あるから、はい、ちょっとコンディション整えて、うん、仕上げてきます。仕上げてこい。だって、うん、リュウジだって昨年より伸ばしてきてんねんから、うん、はい、もうね、吉富はもう多分落ちる一方やけど。そうですね。でも仕上げてくるかもしれんけど、まあ確かに、うん、常もでもちょっと悔しいんじゃん、負けた。すごい悔しいですね、やっぱり。リュウジ越えしたいんで、頑張って。リュウジ越えしたいから、はい、2人並んで走ってほしいな、一回。確かにね。めっちゃええ勝負。よりタイム上がるんちゃいます。これちょっと小部屋でやりましょうか。はい、だからスタート大事になるけどね。うん、まあ、なんかお疲れ様。お疲れ。じゃあ、トンボと安武に登場してもらいましょうか。はい。そうですね。さあ、というわけでですね、はい、なぜか未だにわからないんですけども、うん、トンボと安武がですね、なぜか仮装しているという、はい、状況でございます、うん。それでは早速登場していただきましょうか。はい。トンボ安武です。どうぞ。なんでなヨーロレンサンダー、はあ、ちょっといいっすか。ちょっと離れないで、はあ、ちょっとこっち来たんですよ。顔ちょっとちっちゃい。なんでな、上見てるに距離感が分かんない。ふるさとなんでな。もう走らなくていいです。なんでですか。モノマネ大阪じゃないですか。じゃあ、質問に答えていただきたいんです、はいはい、なんでな。やっぱり、はい、今回、企画やるっていう時にいつもなんかこれ着てこいみたいに言われてたじゃないですか。で、今回、これだから何も言わなかったから、え、大丈夫。進化していくチャンネルだよっていうことで。なるほどね、はい、これなんかやんなきゃダメだなと思って。なるほどね。で、私は、はいはいはい、コロッケさんが岩崎宏美さんのモノマネをしてる時のコロッケさんやろうと、はい、それで言うと安武のキャラクター的に進化しすぎやわ。ちょっとね、急に進化しすぎてびっくりするから。確かに。まあ、でも安武ってちょっとコロッケさんリスペクトすごいしてるっていうのはちょこちょこチャンネルでも言ってたと思うから100歩譲ってわかる、はい、お隣さんはどういう。安武がそのこれをやるっていう打ち合わせをしてるのを僕見ちゃったんですよ。見かけた時に悔しくなって。悔しくなった。なので僕は清水明さんが谷村新司さんのモノマネをしてる時の清水明さん。ちょっと違うんだよ。もう谷村新司さんでええやん。確かに。安武はコロッケさんに憧れてるからコロッケさんをやってんのよ、はい、お前は別にそのまま谷村新司さんのモノマネでええやん。なんで清水明さんを。いやもうフレーズなくなった。フレーズのストックなくなった。え、もうなくなった。もうなくなった。はぁ、ただ、ごめんなさい。めっちゃおもろいです。おもろい。これで走るのね。はい、ちなみにタイムちょっとおさらいしますと、はい、トンボさんが昨年、はい、尋常じゃないぐらい一昨年の比べて伸びたんですよ、はい、7秒81、うん、一昨年が9秒85やったから7秒81になった、はい、今年どうですか。今年自信はちょっと正直前回はパーソナルトレーニングの結果も出てて2秒上がったんですけれども、今年はこのなんていうんですか、思った以上に走りやすいんですよ、前回フリーザーだったんですけれども、はいはいはい、それより走りやすいんでタイムは伸びてると思います。あと安武、はい、めっちゃ疲れるよ。ずっと上向いてる。何のプロ意識や。ちなみに安武、はい、安武実は足速いんですよ、はい、うん、昨年7秒21、はい、一昨年7秒20だとほぼ変わらんかったんですけど、うん、はい、どうですか今年は。そうですね、ちょっと上しか見えないのでどうなるか分かりませんけど。走る時もそれで走るの、はい、やめてください。頑張っていこうかな。いや、それはや、はい、
ちゃんと走れよ。はい、走るのはふざけたら走るときは、はい、分かりましたね、はい、じゃあまずは、はい、安武から走るか、はい、順番的に、はい、それでいきます。さあ、というわけで、はい、これも安武さんというのはコロッケさんかな。いや、コロッケさんですね、うん、コロッケさんになります、はい、コロッケさん、準備大丈夫ですか。はい位置についてるよコロッケさんが位置についてますねそれではいきましょう。位置について、よーい、ドン。怖い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 顔だけ怖えよ怖えよ何やねこれ。最近なんかあったなんか嫌なことでもあって、なんか心配になってきた。振り切りすぎてていかがでしたでしょうか。ちなみにタイムが、はい、それでもすごい、7秒お84。ありがとうございます。いや何やねんお前。え、なんか怖なってきました。やつだけが変わりすぎて、変わりすぎて、お前マジで上向いて走ってたやろ。はい、ちゃ普通に走ったらいけてたんじゃん。いけた。これは上向いてたから、お前なんかジグザグみたいな感じだったお前。前が見えなくてめちゃくちゃ怖かった。まあでも7秒台やから、はい、よしとみ、はい、これに負けてんねん。いや、そうっすね、うん、めちゃくちゃ、いやいやいや、これに負けてこれに負けてるから。あ、なんやこれ。映っちゃった。いつきさん、いつきのこさん、いつきさん、おいそっかのトンチンカンに出てきそうな。抜け作先生、来年はこれで走ります。いや面白いですけども。まあまあまあ、でも7秒台すごいね。はい、トンボさんですよ。はい、失礼しました、清水明さん。はい、7秒81ですから。はい、7秒台は行きたいよね。絶対に行きます。マイク持って走るんですか。マイクはそうですね、持って走る。でも僕真剣に走りますんで。はい、頑張ってください。はぁ、あ、さあ、それでは清水明さん準備大丈夫でしょうか。はぁ、あ果たして7秒81超えれるのか、うん、はたまた遅くなってるのか、うん、それではいきましょう。位置について、よーい、ドン。きた、早い、早い、あれ早い、早い、早い、あれ早い、あれちょっと早かったよね。ありがとうございます。ちょっと早かった。昨年のタイムが7秒81。はい、今年のタイム、はい、7秒、お、69。おお、早かった。やった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 すごいや。やったぜ。やったよ。やりました。うれしい。うれしい。なんで早なる。すごいやん。よかった。やっぱ格好的にも走りやすかった。走りやすかったし、僕結構その体型維持は頑張ってやってたんで。確かに。はい、よかった、よかった。あの、トモさん、サケさん、はい、面白かったです。ありがとうございます。やってよかったです。ありがとうございます。ただ、はい、来年どうすんのって。来年はもう、はい、来年はもう普通にやらせてください。来年2人で BG4 さんやって最高っすね。洋楽で、洋楽で四天王が増えていく。いやー、お疲れ様、最高でした。いや、まあ今回 MVP みんなやな、これは。みんなですわ。うん、中でもやっぱりリュウジがちょっと異常だったし、異常と、これ5秒台見えてきたからな。行ってほしいね、はい、また来年な。あとカジサックですよ。あ、俺もそうだ、うん、めちゃくちゃ進化してたから。俺も6秒台見えてきてるから。見えてきてる。だってこれ正直体重は増えてるじゃないですか。3、4キロ増えてる、うん、これだから、これでまた絞ったらこれありますよ。まあでもみんな気づいてないかもしれんけど、はい、なんで俺がタイム伸びたか一番の理由あるけどね。あれ、あ、なんや、嫁サックが来てたからや。
萌えは和牛和牛スタイルほんまにあるかも。確かにええとこ見せたいって本当にそうじゃん、うん、あるかもしれない、うん、そうか、確かすごい。さあというわけで、はい、この後おまけでは、はい、はるちゃんのチャレンジがありますから、はい、果たしてはるちゃんは 50m 走り切れるのか、はい、もし走り切ったとしても一体何秒なのか、はい、せんちゃん4歳の時18秒台、はい、今回3歳のはるちゃんどうなるのか、おまけお楽しみに、はい、というわけで本編は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは、はるちゃんに走ってもらいましょうか。はい、果たしてはるちゃんは走り切ることができるのか、うん、それでは行きましょう、はい、はるちゃん行くよ。やばい。ちょっとめっちゃ速なかった。すごいじゃん。嫁サック。嫁サック。やばい。すごい。いやーすごい。まずは走り切れたこと、すごい。すごい。そしてですね、はい、タイムなんですが、はい、まあ、先ほど本編でも伝えてると思いますが、はい、せんちゃんが、はい、あのセンリビアで走った時って18秒台、はい、ちなみにあの時先生4歳、はい、今はるちゃん3歳、はい、タイム発表します、はい、17秒39。うわーすごいやばいね。すごすぎ。やばない。せんちゃん超え。せんちゃんだってあの時4歳やから。いやすごい。はるちゃん、どう今の気持ちは。嬉しい。来年のはるちゃんも楽しみですね。はい、お疲れ様。幼稚園ドキドキしちゃった。幼稚園ドキドキしちゃった。あ、もうすぐ運動会やね。あ、そうか。そうそう、そこでドキドキする。ドキドキする。かわいい。すごかった、すごかった。お疲れ様。おはる、お疲れ。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。